はいどうも。行けたら行くっていうやつ、怪我率 99% が通る波には来ないミストです。はい、本日はですね、久々の投稿になってしまったんですけどね、ガチャ動画を撮っていきたいというふうに思っております。はい、そのガチャがですね、こちらのガチャですね、2日前かなに来たガチャになります。まあ当時か私大阪大会に参加してまして、もうね、観光を楽しんで、大阪大会も楽しんで、オフ会も楽しんでね、もう幸せな3日間をね、過ごしてたわけなんですけども、それもあってね、ちょっと動画を撮れてなかったので、こちらをね、ガチャ引いていきたいと思います。まあ、このガチャはね、さすがにスルーできなかったですね。うん。まあ、すでにご存知の方、多々多数だと思うんですけども、初回でサリジョの上から必ず1枚出現で、ストアメダルが1万枚。2回目で天才とストアメダルが1万枚。そして3回目は、SR 博士とストアメダルが1万ということでね。2回目はしかも PSR 確定というガチャになっております。さらに、出現するキャラが15体しかいないんですね。で、このラインナップ。うん。まあ、どうすかね。自分が欲しいところで言うと、やっぱり、もう前々から言ってる虹谷ね。とか、まあ、闇野も欲しいですね。あとは、アーサーも欲しいです。まあ、円卓強化がね、来るということで、アーサーも欲しいですね。この3体かな。まあ、あとはマグロが、まあ、当たりに入るかな。それではちょっとね、神楽坂50、ツノリア50、エレキ50、ということで、そこだけは出ないで欲しいですね。15分の3が50です。うん。で、欲しいところで言うと、アーサー、闇の、虹谷、マグロ。15分の4がめちゃくちゃ欲しい。で、それ以外は中あたりという感じになるかな。というところでね、ガチャの子を引いていきたいと思います。久々の動画投稿でね、話し方がめちゃくちゃになるんだよね。まあ、気にせず。てか、気にしないでいただけると嬉しいです。はい。では行きましょう。SR 確定だからね。まあまあまあ。初回は、気楽に行けます。ここで出ないかな ?PSR。まあ、闇野が欲しいかな、解放できるんでね。うん。闇野の PSR50 はね、密かに狙っております。さあ、おぉ、中あたりだな。そして大東の R がまさかの暗転。うん、まあ、伊能もまあ、通ればね、PSR。実質 PSR なんでね。まあ、それは期待していきたいなというふうに思います。まあ、伊能がメインで出たガチャでしたね。はい。では、ここが大事、本当に。ここが、本当に、今後の、投手サクセスを変えるかもしれない、ガチャになります。特に闇のね、闇のが出たら本当にでかいっす。もうね、闇のの PSR 出たら、SR の闇のが在庫でいるんですけど、そこにもうハゲゾをぶっぱして、もう確定で50作れるようなね、感じにもしちゃいたいなというふうに思っております。当分闇のはね、死なないと思うんで、うん、前触れ変化、そして50で技術モナーをつく、強力なキャラですからね。まあ、こんだけフラグ立てれば出るでしょう。フラグ立てれば。はい。お願いします。ヤミノさーん。あ、もうこれヤミノだわ。もうこれ 100% ヤミノです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、今、キランなくなかった?キランがないってことはヤミノでしょう。さあ、うおやべえこれが、予言者、ミストです。やべえ、ほんとにやべえ。15分の1引いた。半端ないって、久々にガチャ動画撮ったら、予言通り出すもん。そんなんできんやん、普通。そんなんできる?言うといてはできるやったら、50や。即50や。またハゲ使うし。ということで、古いネタを混ぜつつ、いや、最高に嬉しいですね、今のは。いやー、まあね、暗転しなかったから、えってなったんですけど、それがまた功を奏しましたね。まあ、いや、十分すぎる。ではね、3回目、SR ハゲをね、もらいに行きましょう。いや、嬉しいな、これは。半端なく嬉しい。まあ、ここもなんか闇の割れてくれば嬉しいですね。お、ここ確定じゃないよね。じゃあ闇野でお願いします。またまた闇野さん。
エレキは50。マグロは PR 通ってほしいな。さあ、闇の神回！惜しいな。変化キャラってとこまであってたけど。てか、ほとんど変化キャラだし。お前は早く P をつけろと言いたいんですよ、私は。はい。あ、これ4回目以降もあるんだ。ストアメダル ×10000 が無限にもらえるという感じか。まあ、ラインナップ的には悪くないですからね。はいはいはい。というわけでですよ。というわけでですよ。まず闇の PSR いるんですけども、SR も、さっき言った通り、いるんですよ。これは、さすがに、ハゲゾとか使っていきたいなと思っております。はい。ただね、R と PR が全くいないんです。R はいたかな ?R が確かプラゴでいたんですよね。そう、牧場をやって、あれ、R はどっかにいたんだよね。あれ？俺が盲僕らだけ？あれ？ R 作んなかったっけ？ PL プラゴがこんだけいますよね。あれ？ R 作んなかったっけ？ちょっと待って。え？闇の R どこ？あれ？俺どこやった？ちょっと待って。いたはずなんだけど。あ、いるわ、いるわ。びっくりした。いるわ。よかった。あ、なくなったのかと思ったわ。だからね、ちょっと PN もまだね、いっぱいいるんですよ。このためにちゃんと作ってあるんで、ここを R に混ぜて、まあ R プラゴ、確定作れるじゃないですか。で、PR を入手して、そこで PR プラゴ作って、こいつに混ぜて、で、もう SR ハゲとか、ぶちかましていきたいと思います。まあ、よく言えば PR2 枚欲しいですね。で、PR 大島活動とかもこの辺も全部使って、多分 SR プラヨンとか、なってくれたら SR ハゲを打っていくって感じかな。で、ここの報酬でももらえたので、うん。十分、マジで。PR プラゴ2枚混ぜれば多分、あれっすよね。プラ3とかはいくと思うんで、まあ、それ待ちですかね。はい。だから、闇野の PSR は、この SR のプラゴがね、2段解放しちゃったら、ちょっと意味をなくなってしまうんですけど、まあ、ちゃんとここは育てていきたいと思います。うん。とりあえず、ここを5にすれば、確定で PSR が作れるようになったという動画ですね。はい、動画というか、まあ、最終的にそうなったんですけど。これは神引きだわ。ちょっと、まあ、作品も40に戻っちゃったし、厳選は控えたいんで、サクピアがね、本当に、また20とか30とか来てくれた時にね、闇の50になってれば、投資サクセスに没頭できるので、それをちょっと狙っていきたいなと思います。闇の50になったらね、ちょっとフレンドも募集しようと思います。もうね、ずっとハクでね、申し訳ないんでね、フレンド数も増えたんでね、闇の50になったら、また募集したいというふうに思います。いやー、これちょっとね、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。これが、予言者ミストです。デュエルマスターズにいそうですけどね。はい。で、ちょっと私が大阪に行ってる間にね、いろいろあったんですけど、まあそれは、別の動画で話そうかな。まあ、円卓の許可が来たりね、ちょっともうこれについてはね、まあ、話すこともたくさんあるので、別の動画でしたいなと。いうふうに思っております。あと、ゼニペナね。ゼニペナ、一応、現状、あ、そうだ。なんか不具合で、今、あれっすよね。なくなってるんですよね。はい。一応ね、現在、ポストシーズン終了時で250位くらいかな。なんで、最終、日本シリーズだっけ？日本一決定戦だっけ？そこ、頑張れば100位も見えなくもないんですけど、ちょっと、ボーナスが少なすぎるんですよね。PSR クラスの割には。なんで、まあ、500位入れたら、まあ、よしとするという思いと、ワンチャン100位を狙っていく思いで頑張っていきたいと思います。はい。っていう感じで終わりたいと思います。いやー、幸せな気分で動画終わられますね。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では、失礼します。See you! 闇を最高。